どうもたっちゃんです。はい、ということでですね、今回はですね、タイトルにもある通りマドラー不要のマグカップを購入したので、早速ねレビューしていきたいなっていうふうに思います。それがですね、こちらですね。なんかね、普通のねマグカップに見えると思うんですけど、このねマグカップがすごいところはですね、沸騰した、熱湯をですね注ぐと、このね熱エネルギーを回転力に変えて自動でねかき混ぜてくれるっていう、もう素晴らしい、もうガジェッター好きにはですねたまらないアイテムです。ちょっとね、ずっとねこれ紹介したいなって思ってたんですけど、注文したのがね2月末ぐらいだったかな。結構ね時間がかかって、まあコロナウイルスのね影響もあってですね、なかなか、届かなくて、で一昨日ぐらいにねようやく届いたので、すぐにね、レビューしたいなと思ってですね、今回動画撮ってます。なので、ね、ちょっとねサクッと、動画撮ってみたいなというふうに思います。はい、じゃあ早速ね、試してみましょう。まずねこれ蓋開けます。はい、このね普通のステンレスのマグカップがあるだけですね。で、だいたいねここら辺にねなんかいろいろそのね技術力が詰まってるみたいですね。で、ここにこの蓋のね反対側にこんな感じ、こういったものがついてます。これねなんかね薬型の磁石みたいな、そんな感じのものがついてるので、これをねここの中心に置くだけですね。でこれ磁石なので、あの反対にしてもね落ちることがないので、ここは安心かなと思います。でここにセットして、あとは、お湯を注ぐだけになります。今回はね自分が、愛用しているブレンディのね、はい、スティックカフェオレをね使ってね、マドラー不要、本当に不要なのかをちょっと検証したいと思います。いい感じでね、沸騰してきましたね。じゃあね早速、入れてみましょう。すごいですね、結構回ってますね。はい、じゃあそこに、ブレンディースティックを混ぜたいと思います。うわすごいね、こうなるんだね、素晴らしい。はい、でね大体ね今の温度が、はい、大体74度ぐらいですね。74度ぐらいで、回転が止まってくれるみたいですね。なのでそう考えると、80度以上の、熱湯を注いだ方が、よりね回転はしてくれる感じがしますね。はい、ちょっと飲んでみます。ブレンディー、うん、普通にやっぱかき混ざってますね。うん、美味しい感じですね。深夜2時半ぐらいに動画撮ってるんですけどね、うまいっす。いやなかなかねこのコロナの影響で外出もね、土日とかねできないので結構ストレスはたまるんですよね。なのでねこういったマドラー不要のねマグカップでね、一服するっていうのもちょっとありかなっていうふうに思いますね。は
はい、じゃあねちょっと最後に、自分なりのメリットとデメリット、これもねデメリットをお伝えしようかなっていうふうに思います。まずねメリットからいくと、まあ、やっぱり、熱エネルギーを利用してね自動でかき混ぜてくれるので、そこはやっぱ素晴らしいかなっていうふうに思います。そのマドラーがない時とかって結構いろんな、まあ、スプーンとかで代用すればいいんですけど、どうしてもね洗う手間が、面倒かったりするので、そういう面ではねこれはいいかなっていうふうに思います。っていうのが1点。あとはやっぱりね、水洗い、丸ごとね水洗いできるのはいいかなっていうふうに思いましたかな。それぐらいかな、メリットは。今回はねあのブレンディーので試したんですけど、まあコーヒーとかね、あとどうなんだろうね、コーンポタージュとかね、そういったものに関してはちょっと試してないんであれですけど、混ざってくれるのかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあ次にね、デメリットを、上げていきたいなっていうふうに思います。まず最初がですね、こちら、サイズはねここちょっと載せておくんですけど、ここのねサイズとかはですね、このねマグカップに入れられる容量がですね250から280ミリリットルぐらいかなしか、入れられません。というのもね、実際にね、これのね3分の2ぐらいかな、ここぐらいまでね、技術が詰まっていてですね占領されてます。はい、そんな感じかな。次がお湯を入れてて分かったんですけど、やっぱり熱くなるんですよ、こう触ってるとね。なので保温性能についてはやっぱり、ないので、結構早めに冷めちゃうんじゃないかなっていうところがあります。ただね、まあそれもこういったね蓋もついてくれてるので、まあ、蓋をしておけばねある程度はね、まあ、1時間ぐらいだったら普通にあったかいまんまで飲めるんじゃないかなっていうふうには思いますね。あと一応ねこれ磁石でこうついてくれてるんですけど、やっぱねこれが小さいんですよ。でやっぱりね洗う時とかっていうのを結構なくしがちになると思うので、こういった形でねなくさないようにちゃんと保管しておくっていうのが重要かなっていうふうに思いますね。次なんですけど、このキャップ合わせて重さがね 285g だったかなぐらいあります。で自分がね愛用しているこの軽油化が 240g ぐらい、244とかそれぐらいだったかな。なのでそれに比べるとねやっぱ、ね、若干ね 40g ぐらい重くなります。でさらにそこに、コーヒーが入るので 280ml ぐらい入るので、さらにちょっと重いかなっていうふうに感じる方がいるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、そんな感じです。でもう一つがここグリップね、グリップが結構ねパッと取れやすい。ここどうしたもんかなと思うんですけど、まあカチャって、刺しておけばね、あんまり強い動きをしなければ全然問題ないので、自分としてはあんまり気にならないですけど、あとこの とってもそうなんですけど、あのやっぱねちょっと慣れるまで時間かかるんじゃないかな、こう飲んでてね。やっぱりね皆さん多分こういった形に慣れてるので、こっちの方がなんか普通に感じるかなと思うんですけど、このね、自動かき混ぜ機のねマグカップに関してはこういった取っ手なので、ちょっと気になる人は気になるかなっていうふうに思います。はい、デメリットとしてはそういった感じですかね。はい、ということでですね、今回は、マドラー不要の
自動かき混ぜマグカップのご紹介でした。この動画がですね良いと思いましたらグッドボタンとあとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。